はい、こんにちは。今日はね、その土曜日で、今ちょっと沖縄いるんですけど、そろそろね、日曜日になるんで、そのウィークリーチャレンジの終了期間に迫ってるんですよ。で、それで僕、自分の認知の歪みを正したいというか、ウィークリーチャレンジ、その初日に終わらせている人があまりにも多すぎると思って。なんでかっていうと、そのツイッターばっかり見てるからなんですよね。ただその全体で見たらそれってほんの一部だったことに気づいたんですよ。僕フレンドが今ね400人、まあちょっとねフレンド切られて390人ぐらいになっちゃったんですけど、その400人のフレンドさんがウィークリーチャレンジをどれぐらいのスピードで終わらせているのかっていうのをずっと監視してた、見張っていたんですよ。ちょっと前に出した動画で、火曜の段階でまだ部屋が11部屋あるみたいなことを言ったんですけど、その部屋が11部屋とか10部屋とかある状態がなんとね、木曜日まで続いていました。だからほとんどの方はだいたい木曜ぐらいまでね、5万歩達成にするのに時間がかかってるんですよ。で、金曜になりました。で、金曜になってようやく部屋が3部屋まで減りました、一気に。ほとんどの方はだいたい、そうですね、金曜までには終わらせているようですね。それで今ね、土曜になったということで何部屋まで減ったかまだ僕見てないんで、まだ3部屋あるのか、それとも増えてるのか、まあ、見ていこうかな。増えてはないな。1部屋になってる 1部屋ですね。とうとう来たか、ここまで。そもそもですけど、このウィークリーチャレンジの説明がね、かなり親切にしてくれてないっていうか、説明不足感がすごいあるじゃないですか。で、そのためウィークリーチャレンジにそもそも参加をねしてないっていう方も普通にいるみたいです。そしたらね、こちらもう土曜になったんでね、参加をしていきましょうか。土曜と日曜で5万歩歩かなくちゃいけなくて、で、この方、このフレンドさんが今どれぐらい歩いてるのか、こちらにも注目していきたいですね。ようやく準備が決まりましたよ。月火水木金曜までね、我慢しましたから。さあ、待って、コナルさん、もう2万5千歩歩いてくれてますね。嘘、ありがたいな。いや、なんかありがたいと同時に、もうちょっと申し訳ない気持ちになりますね。はい、今ね、植物園のあたりにいるんですけど、全然土曜で人がね、いなくて、僕はかなり歩きやすくていいなって思ってます。あとですけど、そのさっき僕がチャレンジスタートした時は、フレンドさんとね、2人だけだったじゃないですか。びっくりしたことに、あのあとね、なんとね、僕のフレンドさんが1人入ってきてくれたんですよ。と思って、チャレンジやってなかった方なのかな。まあそうですよね。たまたまやってなかったのか、すごいよな、びっくりした。ちょっとね、驚きと同時に本当に、うわ、ありがとうございますって気持ちになりましたね。おお、すごいね、植物園。こんなん、めちゃくちゃすごくないですか？おお、すごいね。何が面白いって、聞いたことない鳥の鳴き声がさっきからすごい聞こえてくるんですよ。これがね、自分はもう今東京にいないんだっていうのをすごく実感させてくれるんですよね。それで僕がまさにね、今沖縄にいるこの時、土曜日なんですけど、ポケモン GO のリアルイベント開催されておりまして、こちらもね、やっておきたいんですよ。今日は忙しい一日になるぞ。で、場所的にその美ら海水族館にね、行こうかなって考えているんですけど ちょっとね、その美ら海水族館ね、本当はね、予定になくて、なんでかっていうと、急遽予定変更しまして、理由はスターバックスの Wi-Fi が使いたかったからですね どういうことかっていうと、ホテル Wi-Fi があんまりにも遅かったから、ピクミンの動画が一切上げられなかった、YouTube に動画一切上げられなくて、ちょっとね、動画の更新が止まってしまうことになってしまって、やばいなと思って、急遽スタバのあるこの美ら海のあたりまでね、やってきたんですけれども、
予定調和通りに行かないもんですよ。待って、嘘、あれ、ここって植物園だよな。なんか動物園判定出てんですけど、あれ、何の動物なんだこれ。この動物園判定気になりますね。今植物園にいるんですけど、僕はさあ探知機ちょっと打ちますか、これ。よいしょ、ちょっと重いかな。さあなんだこれは。あ、一発出てた。やっぱりあれだ、国営沖縄記念所、国営沖縍記念公園熱帯亜熱帯都市緑化植物園付近って長やっぱあれでしたね、その動物園じゃなくて植物園でね判定が出てるみたいですよ、これ。マジか、とうとうね動物園判定植物園でも行けるってことが分かりましたねまあかなり例外かもしれないですけどね、これは。いや、沖縄ね、なんか梅雨って聞いてたんですけど、全く今日は雨が降る気配ないんですよね。沖縄の天気はいい意味でも悪い意味でも外れるって言うんですけど、今日の場合はまさにねいい意味で外れてくれましたね。これは嬉しいね。なんか生き返るな、都会の喧騒を忘れられるって言うんですか。おお、すごい。今ね7時ぐらいになって、結局今日ね全く雨が降らなかったんですよ。まあ雨が降るっていう予報だったんですけど、まあいい方向でね天気予報が外れてくれて本当よかった、ありがたいっすね。このビーチハウスって場所のあたり、エメラルドビーチのそばにいるんですけど、なんとね一応砂浜判定出ております。まあ、ちょっとね、まあ、砂浜判定に必ずと言っていいほどついてくる公園と林、公園と森か、この2つがついてきちゃってるんで、ちょっとスポットとしてはね若干、まあ、一択ではないんで探知機打つかどうか微妙なんですけど、ライフログでねこちら狙っていこうかな。ピン差しをだいたいこの辺にして5、エメラルドビーチです。出るかな。お、白が出ましたね。お願いします。あー公園か、うー残念。まあただね今日その不本意というか、かなりね予想だにしないところで動物園の苗が拾えたんでね、まあよしとしますかね。こんな感じで沖縄だったらですけど、おそらくねあえて砂浜とかに行かなくても偶然拾ってるってことがまああると思いますよ。この環境はね本当になかなかないんじゃないかな。それでウィークリーチャレンジの方を振り返ってみましょうか。これ見てみたら、あーみんな結構歩いてくれましたね。
あと7000歩でクリアで、僕は今日1万1139歩か。まあまあ歩いたかな。でも結局その撮影メインでやってたら歩数がねどうしてもそんなに稼げないんで、これでも自分は頑張った方なんですけど、なんとかね日曜までには達成したいですね。いや美ら海水族館ね、本当にジンベエザメばっかり見てましたね。あとマンタ、この2匹がね本当に雄大で、まあ、みんなも他の方もね追っかけていたんですけど、もうその理由がね本当によくわかりますよ。雄大だった。あのデカさはね一見の価値ありですよ。本当に感動しました。そしたらね今回はこの辺で以上とさせていただきます。また明日ねカーネーションイベントあるんで、そちら頑張っていこうかな。ありがとうございました。